メニ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 600。2週間ぶりのご無沙汰でございます。メニメニ600の時間でございます。はい、はい、新年度から始まりましてですね、2週目にすぐ休むというですね、はい、1回やってすぐ休みに入りました。このメニメニ600ですが、はい、今日はやりますよ。やっと今日2回目です ね本当よ、びっくりですよスロースタートです。なんなら今日から始めた方が良かったんじゃないかという話もあるんですけれども、はい、鹿児島県高校教育研究会英語部会監修の英作基本文例600、通称600さんはですね、マジリスペクトの我々がですね、はい、好きですよね600選ね。好きですよ。本当高校時代は抱き枕にして寝てましたからね、600選をですね、それぐらい必死にね小テストのために覚えたという、愛してたってことですよね、はい、はい。オリジナルの文例や日常会話、ことわざなどを英語そして過去まべに訳してご紹介するコーナーです。はい、まあ、こちらですね、英語の先生の免許を持っている上友ちゃんとお送りするということで、随分信頼できるんじゃないかというふうに思うんですよね。また青田区オリジナルのね、文例ですから、はい、これからどんどん出していきたいですね。どうですか、一回終わって反響ありましたか？反響全然ないんですよまだちょっと待って反響は全然ない、まだない、まだない、ちょ足りないです皆さん反響が。あなたは彩りオンラインストアの佐古口さんか盛らなすぎやろ一つ二つありましたよとか、もっと反響欲しいですね。あ、もっと反響欲しいというですね、あ、なかった、残念ながらまだこれからです。はあ、はい、残念ですということでね、ラジオの前の皆さんも私たちと一緒に声に出して楽しんでください。そうですよ、我々このコーナー自信を持ってお送りしてるのに、そうです、まだ反響がゼロですからね、うん、社内でもなかった。社内でもない、外部だといよいよないですねとどめを刺されたような一言でございます、今日はですね、あの文例ご紹介します、はい、その後ふっとか声でその文例についてちゃんと声を出して、はい、皆さんも勉強していただきたいと思います。では今日も早速やってみましょう。今日の文例はこちらです。私のこと〇〇って呼んでもいいよ。 In English! You can call me Takpi. You can call me Yurietti. You can call me Takpi. You can call me Yurietti. カゴンマ弁で、俺がこつタクピーチ呼んでよかど、あたいがこつユリエッティーチ呼んでよかよ。俺がこつタクピーチ呼んでよかど、あたいがこつユリエッティーチ呼んでよかよ。よーし、解説しよう。はい、ということで2回目こちらですね。はい、新しく出会った人に自己紹介をするときに、うん、自分の呼んでほしい名前だったりあだ名ありますよね、はい、その時に使う表現になっています。あとね、恋が始まっていよいよこう仲良くなって、はい、もう今まで上友さんって言ってたの、あ、もう付き合ったんだから、うん、入れって言って呼んでよ、うん、まあこういう感じですね。そういう感じです。あれ、俺以外誰も盛り上がってねえわそういう感じです、はい、ミスター斉藤は下を向いてるし、坂口さんは電話をかけ始めましたよ娘に何か買い出しのお願いしてんじゃないだろうね、あの今回は You can call me Takpi、 You can call me Yurietti というふうにしてるんですけれども、はい、例えばもっとフォーマルな場面だと、ああ Please call me Takpi とか、ああ Please をつけるとよりフォーマルになります。なるほどなるほど。でもっとカジュアルに言いたいときは、うん、You can call me Takpi の You can をもうカットして、はい、Call me Takpi、 あ、 Call me Yurietti。 いや、さっき言ったパターンの、まあ、恋が始まって近くなって、はい、もう私のことをもう Yurietti って呼んでよ、うん、神友って言わないでさ、はい、っていう時はもう Call me Yurietti っていう感じですか。そうです、そういうことですよ。俺が恋に例えようとすればするほど坂口さんが鼻で笑うんですよねなんかちょっと電話が終わったかと思ったら今度はこっちを見て指差してお前がこういうの話をすんなっちゅうみたいな感じでね、辛い、私は辛いよ。いやもう、でもいろんな、本当にいろんな表現で使えますからね。はい、はい、じゃあやりますか。はい、 Repeat after me. You can call me Takpi. You can call me Takpi. You can call me Yurietti. You can call me Yurietti. ごめん、鹿児島弁になまってないっけインドネーションが
佐久保さんはもうちょっとなまってきてます。ではカゴマ弁でいきましょう。はい、カゴマ弁。おいがコツタクピーチ読んでよかど、あたいがコツユリエッティチ読んでよかよでございますが、うん、まずあの男性と女性で変わっているのは自分のことを男性の場合はおい、おい、女性はあたい、あたいでいいですね、ここですね、はい、はい、で最後よかどとよかよと分けさせていただきました、うん、男性ですとやっぱり力強くよかどっていう感じなんですけども、女性がよかどっていうとちょっと強いんですよね、うん、だからあえて柔らかめによかよよかよとしたわけでございます。あの東川龍太郎さんが SNS でよくよかよっていうのはよかよっていうね、おっしゃってますよね、うん、あれは東川さんの優しさが出てる一言なんですね。いいよってこと、いいよ、うん、いいよってこと、はい、よかよ、ね、でちタクピーち、うん、ユリエッティちですね、はい、これは手手手を鹿児島弁だとちに変わるわけですね。はい、え、あのおいがコツのコツは私のことこと、ことをコツとがつになって、そうそう、 とがつになるんですね。でもで、手がちになる手がちになる、難しいですね鹿児島弁。ごめん、そこなんでって言われたらわからんわもうフィーリングで覚えてるから、フィーリングでもちろん覚えます。野口菊江、野口伊佐夫から伝承した鹿児島弁なので、はい、じゃあ私のことっていう時はあたいがコツっていう感じですね。あたいがコツ、上友ちゃんが言うと可愛いね。あ、本当ですか。あたいがコツ、あたいがコツ、男性だとおいがコツ、おいがコツ、まるまるちちですね、なんかごめんなさい、そこ掘ってきた方が良かったですね弱いわごめんなさい。大丈夫ですよ。あ、ではですね、まあ、とりあえず今日はこの辺にしてください、はい、では私が言った後にですね、おまんさあたもはしと言うたどう、はい、よかな、ラジオの前の皆さんもずる一緒に言ってな、おいがコツタクピーチ読んでよかど、おいがコツタクピーチ読んでよかど、あたいがコツユリエッティチ読んでよかよ、あたいがコツユリエッティチ読んでよかよ、ベリーベリーグージャガはい、はい、ミニミニ600はアウタクの TikTok でもご紹介していますので、こちらも合わせてお楽しみください。以上メニメニ600でした。来週もお楽しみに。